野村くんです。2024年10月19日土曜日、時間午前10時頃です。伏見区武田にあります鳥羽天皇安楽寿院の御捧ぎやってきました。ちょっとですね、雨が降ってきてこうどうしようかなということで迷ったんですが、まあ、せっかく来ましたので、お参り行ってみたいと思います。鳥羽天皇安楽寿院の御捧ぎです。非常にですね、広大な領域になってまして、こちらがですね、まあ、安楽寿院が、まあ、現在もですねある後で、まあ、こう発掘調査いろいろ行われてまして、発掘されているといったそういう形になっています。白川天皇の浄法大院の御捧ぎがこちらから東へ2、300メートル、西へですね、西へ2、300メートル行ったところ、それと近衛天皇、近衛天皇の御陵がこちらから南へ150メートルぐらい行ったところに、あります。規模としては御陵の規模としてはかなり広い、100メートル、少なくとも100メートル四方あります。そういった環境になってます。付近ですね、いろいろこう遺跡が鳥羽離宮の中にあってこう遺跡が残ってますので、いろいろこう発掘調査されたりいろいろこうされてるんですが、なかなかですね、ちょっとずつこう調査していくといったそういう環境に、そういった環境になってます。まあ、こちらこう管理事務所なのかちょっとよくわからないですが、まあ、管理事務所ですね、おそらくまあ管理事務所になってますが、なかなかですね立派な管理事務所になってます。そしてベンチも備わってます。手水鉢はですねなぜかないですね。手水鉢はなぜかないです。今こちらが鳥羽天皇安楽寿院の御捧ぎになってます。まあ、形としてはですねお堂がある、そういった形になってますね。方形のお堂があるといったそういった形になってます。それではですね、資料をいろいろこうウキペディア中心に調べましたので、読んでみたいと思います。第74代鳥羽天皇、1103年から1056年、54歳まで生きられてます。在位期間が1007年、5歳の時、なんと5歳の時ですね、から1023年、21歳まで16年間、諱名は宗仁親王になってます。第73代堀川天皇の第一皇子王子になってます。お母さんは藤原の実末の長女、藤原石重子さん、ちなみに石重子さんは1076年から1103年なんと28歳の短命の方ですね。堀川天皇の女房になられて、第74代鳥羽天皇の聖母になられてます。実子はですね、第75代崇徳天皇が第一皇子になってます。第76代近衛天皇が第三皇子、第77代後白河天皇が第二皇子になられてます。この3人の天皇を生まれられてます。28年間にわたって院政
を敷いて、敷いたということですね。まあ、ちなみに院政は上皇や法皇が天皇に代わって政務を行う政治形態のことです。先代天皇がお父さんの第73代堀川天皇。ちなみにですね、堀川天皇の御陵はですね、なぜかちょっとわからないんですが、一条天皇と同じ三朝木に合祀されてます。龍安寺の山浦の赤山というところですね、に一条天皇と合祀されてます。まあ、おそらくですね、堀川天皇の、まあ、そういう、意思があったものと思われます。時代天皇が実子の第一皇子の第75代崇徳天皇になってます。生涯として第74代鳥羽天皇の生後間もなく母の石重子さんが薨去された、亡くなられたということですね。まあ、ちなみに薨去とは皇族の人が亡くなられることといいます。まあ、天皇が亡くなられることを、まあ、崩御というんですが、皇族の方が亡くなられたことを皇居というね。祖父の第72代白河法皇に引き取られ養育されたと。なんと白河法皇が、まあ、養育されたということですね。まあ、後見人としてということになってます。誕生からわずか7ヶ月で立太子され、父の第73代堀川天皇の崩御、一線飛び7年29歳の時に、まあ、崩御されたんですが、後1107年5歳で即位されたということになってます。幼い鳥羽天皇は政務を取ることができず、しかも当時の関白の藤原忠真は立場が弱く、実権は祖父の第72代白河法皇が取っていましたということですね。1117年、鳥羽天皇18歳の時、白河法皇の養女の藤原彰子、玉子さんが、鳥羽天皇18歳の時に、白河法皇の養女の彰子玉子さんが、まあ、受胎されたということね。ちなみに彰子玉子さんは1101年から1045年、45歳まで生きられています。鳥羽天皇の皇后になられて、第75代崇徳天皇、第77代後白河天皇の生母になられています。女院後は検体門院、お父さんはちなみに寛院流の藤原の金座ね、三条大納言と称された方で、三条家、西園寺家、徳大寺家の祖父になられた方になっています。非常に有名な方ですね。金座ね、藤原金座ねということです。お父さん、実母が藤原の光子、まあ、実母が藤原の光子、まあ、養子になられたということですね。養子じゃないですね、実母が藤原の光子さん、藤原の彰子玉子さんが7歳の時に、実父の金座根を亡くされたんですね。それで1118年18歳の時に白河法皇を大夫養女となって第74代鳥羽天皇に受胎されたということです。この時鳥羽天皇は6歳年下の12歳だったということですね。なんと鳥羽天皇が12歳で奥さんが6歳上の18歳だったということですね。
まあ、なかなか厳しいですが、その4日後に女房となって1ヶ月後には中宮となられたと。1119年、鳥羽天皇13歳の時、中宮少子玉子さん、19歳の時、第一巫女、昭仁親王、後の第75代崇徳天皇が生まれられてますと。後1122年から1126年にかけて二親王、二内親王を生んで、1127年正仁親王、後の77代後白河天皇を生まれてます。2年後の1129年には第二五巫女を生んで、五男二女を生んだということですね。が少子玉子さんが受胎されて、翌年に少子玉子さんは中宮となって、五男二女を設けられたということですね。1123年第74代鳥羽天皇の21歳の時、第一巫女の75代崇徳天皇に上位して、その後も実権は祖父の、なんとまだ祖父の72代白河法皇がまだ存命だったため、ずっと院政を敷いていたということですね。父である第73代堀川天皇の在中は、摂関家や天皇が実権のある程度は握っていたんですが、鳥羽天皇の治世において白河院政、当時72代白河法皇は68歳で、まあ、後々崩御されるんですが、1129年頃まで70年間合わせて、1087年の大位から約43年間院政を敷いていらしたということですね。1087年から1129年、この第73代堀川天皇孫の74代鳥羽天皇、ひ孫の75代崇徳天皇までの43年間院政を敷いていたということで、それがまさしく本格化した時代だったということですね。白河上皇が院政を敷いていて本格化していた頃だということですね。そして白河法皇が崩御された後、1129年、74代鳥羽天皇上皇が27歳の時、白河法皇が崩御されて、自分自身が院政を敷くために上皇となれたということですね。それで実子の崇徳天皇、75代の崇徳天皇に上位して、たということですね。そして院政を敷いて、1156年までの27年間院政を敷いたということですね。なんと27年間、したがって、おじいさんの白河法皇が亡くなるまでこう待たれてたということですね。で、院政を敷かれて、27年間院政を敷いたということになっています。ちなみに院政は75代崇徳天皇の約20年間、第三巫女の76代近衛天皇の約15年間、第二巫女の77代後白河天皇の約2年間院政を敷いたということですね。約大体25年ですね。5年間院政を敷いたということになっています。72代白河法皇の勅命で宇治に蟄居していた前関白藤原の忠真を1031年に呼び戻して、三女の大子安子さんを鳥羽上皇の皇后とされたということですね。
まあ、なんと当時40歳の太子安子さんを受胎させたということですね。受胎させて蚊帳の院としたが子はできなかったということですね。持統天皇がかなりの年代になってます。鳥羽天皇の徳子成子さん、美福門院なんですが、第一皇女の栄子内子親王、内親王。ただですね、この栄子内親王は1036年からに生まれられて1049年のなんと14歳の短命で逝去されています。皇居されています。なんとですね、受胎させたんですね。受胎させて上皇の妃としては異例の皇后としたということですね。なんと14歳の時に、強引に受胎させて上皇の妃としては異例の皇后としたと。また子72代白河法皇の側近藤原長実家康兄弟らを排除して院の要職を鳥羽上皇の側近藤原の秋頼、藤原の家成らで固められたということですね。また伊勢平氏の忠盛の内省殿、代理に許すことを上がることを許したということですね。まあ、ちなみにですね、伊勢平氏の説明なんですが、伊勢平氏平の忠盛の説明なんですが、平の清盛の父、お父さんになってます。1096年から1153年、58歳まで、武士として北面の武士ですね。まあ、ちなみに北面の武士とは、院御所の北面に近衛警護することとして詰めて、特に上皇の身辺を警備した、そういう方を、まあ、北面の武士というんですが、北面の武士として、初めてですね、代理の清涼殿の御殿に上ることを許された。まあ、そのことを昇殿というんですね、けども、この事件がですね、このことが武士の権力、武士に権力を持たせて、後々1155年の保元の乱、1159年の平治の乱につながっていくということになっています。その乱が勃発する一因になったと言われています。ちなみに1159年の平治の乱は以降700年に及ぶ武士の時代に突入してしまったということになっています。まあ、この頃からですね、武士が権力を持つようになったということになっています。さらに72代白河法皇の後ろ盾を失った大建門院尚氏玉子さんに代わって、1133年頃より鳥羽上皇は徳子成子さん、美福門院を寵愛しましたと。1141年、23歳だった実子第一皇子の75代崇徳天皇を上位させて、第九皇子の76代近衛天皇を、即位させたと。ちなみに近衛天皇のお母さんは徳子成子で美福門院ということですね。75代崇徳天皇と77代後白河天皇の母は尚氏玉子さん、大建門院になってます。の成人親王、後の第近衛天皇を
1142年3歳で即位させた。なんと3歳で即位させたんだね。1142年74代鳥羽上皇は東大寺開壇院で、受戒されて、仏教において出家、在家の信者が仏の定めた戒律を受けて仏道に入ることを誓う儀式、東大寺の開壇院に行って、法王となられた。鳥羽法王となられたということですね。1155年、鳥羽法王は76代近衛天皇が創世崩御、なんと創世崩御されたということですね。すると76代近衛天皇の甥母兄正仁、後の72代後白河天皇、後白河天皇は相棒兄で、お母さんが大慶門院彰子珠子さん、同門兄に75代の崇徳天皇を即位させたということですね。これにより第75代崇徳上皇が院政を敷く可能性が失われてしまったということですね。まもなく1156年、鳥羽法皇は病に倒れ崩御したが、この後の77代後白河即位が方言の乱を勃発させてしまったと。ちなみに方言の乱とは1156年7月、皇位継承問題が摂関家の内戦によって朝廷が後白河天皇方と75代崇徳上皇方に分かれて実子の兄弟の争い、実母の兄弟の争い、実の兄弟の争いになってしまったということですね。武力のそのため武力の力を頼って、衝突した政変になってしまったということで、75代崇徳上皇方が敗北してしまって、上皇は四国讃岐に配慮されたということになっています。の勃発の原因となったということですね。鳥羽宮の造営、12世紀頃、72代白河上皇の時代から14世紀南北朝時代の頃まで代々の上皇で、72代白河天皇、73代堀川天皇、74代鳥羽天皇、75代崇徳天皇、76代近衛天皇、77代後白河天皇、78代二条天皇の頃まで使用されていたと。使用されていた、院御所になっています。鳥羽殿と呼ばれています。または城南離宮とも呼ばれて、場所は現在の南区上鳥羽から伏見区下鳥羽にかけて武田中島町の一帯で、朱雀王子の南延長線上ですね、東西 1.7 キロ、南北 1.1 キロ、西辺西辺部が現鴨川の流路となっていますと。そのため鴨川からですね、水を敷いたというふうになってます。鳥羽は平安京の南約3キロに位置して、鴨川と桂川の合流地点で、山陽道も通る交通の要衝地で、朱雀王子を延長とした鳥羽の作り道、羅生門より、羅城門より鳥羽を経由して淀方面に通じていたということですね。もう作られ、鳥羽は平安京の、外交としての機能を持っていたと。外交というのは淀川に通じてたということですね。鴨川からこう淀川に通じてたということです。また貴族が狩りや遊行を行う風光明媚な地としても有名だったということですね。11世紀72代白河院の近臣だった藤原の末綱、南家貞次流越後の森が鳥羽の別邸を72代白河上皇に献上したのが始まりだったということですね。なんと藤原家からこう白河上皇が寄付していただいたということですね。第72代白河上皇は大規模な拡張工事を行って、南殿を作り、さらに東殿、さらに邸内自らの墓所として三重塔を中心とした
安楽寺院を造営したと、まあ、今いるところですね、安楽寺院。12世紀に入って、74代鳥羽上皇の時代、泉殿をはじめとして、本御堂、まあ、塔ですね、本御堂、新御堂の2つの塔を造営して、本御堂を鳥羽天皇自らの墓所と定められたということですね。まあ、今いるところなんですが、新御堂は74代鳥羽天皇皇后の徳子成子さん、美福門院の墓所としていたんですが、美福門院から拒否されてしまったということで、その場所には76代近衛天皇が葬られたということですね。このように院政期には鳥羽は経済物流政治の中心地としてなったということですね。また1179年に起こった治承3年の政変はですね、平清盛が軍勢を率いて京都を制圧して77代後白河法を幽閉、まあ、ちなみに幽閉とは人を一室に閉じ込めて外に出られない状態にすることですね。押し院政を停止させたということですね。なんとこう 武家がですね、力を持それだけ力を持ってきたということですね。停止させたことが南北朝時代の始まりになったと。ちなみに南北朝時代は1337年から1392年の約53年間、鎌倉時代と室町時代の間の時代で、足利尊氏が京都で新たに北北朝二代の光明天皇、北朝寺明院統を擁立して支持し高い地位につかせようとすることをしたということですね。それに対抗して京都を脱出した96代後醍醐天皇、南朝大覚寺統が奈良の吉野に行かれて、吉野暗宮に移られたということですね。それが1337年、したがって終わったのが南朝第4代五亀山天皇が北朝第6代の第100代五小松天皇に上位する形で1390年に統一した約53年間の時代だったということですね。の戦火によって多くの建物が焼失してしまったと。その戦火というのが治承3年の政変ということですね。1179年に起こった治承3年の政変で戦火によって多くの建物が焼失してしまって、その後この鳥羽離宮は荒廃してしまったということですね。南殿の昇魂御院、これは第72代白河上皇の発願によります。泉殿の浄法大院が74代鳥羽上皇の発願、北殿昇魂明院が第74代鳥羽上皇の発願になっています。東殿安楽寺院が第74代、これも鳥羽上皇の発願、田中殿金剛神院も第74代鳥羽上皇の発願になってますということですね。ということで72代の白河天皇から続いて、その子の堀川天皇、孫の74代鳥羽天皇とこう続いていくわけです。で、鳥羽天皇は3人の天皇を生まれて、75代崇徳天皇と76代近衛天皇とで、77代後白河天皇からずっとまた直系が続いていくということになってます。皇后子女に、皇后中宮に藤原の彰子玉子さん、体験門院がいました。
第一皇子の秋人親王、後の崇徳天皇を生まれられています。第四皇子の正仁親王、後の77代後白河天皇を生まれていますということになっています。皇后として藤原の太子安子さん、茅野院ですが、子供さんはいらっしゃらなかったということですね。もう一人皇后、なんと3人も皇后いらっしゃったということですね。皇后に藤原の徳子成子さん、琉球門院がいらっしゃいまして、第九皇子に成人親王、後の76代近衛天皇に続いてます。その他妃子女多数、もう書ききれないぐらい多数の妃子女がいらっしゃいます。追号として鳥羽離宮の安楽寿院の御所で崩御されて、鳥羽院、鳥羽天皇となられましたということですね。在中の元号が華章、天仁、天永、まあ永久、永元、法安になってます。三佐崎は今います京都市伏見区武田浄法大院長にある安楽寿院の三佐崎になってます。形式は方形堂、方形堂になってるんですね。ちなみに74代鳥羽上皇生前の1039年、37歳の時、鳥羽の安楽寿院境内に三重の塔を営み、崩御後遺言として遺骨をこの三重の塔下に納めさせたということですね。やがて三重の塔は焼失してしまって、1612年に仮堂が建てられてたんですが、やがて在所の場所が混乱してしまって、76代近衛天皇陵、現安楽寿院南陵が74代鳥羽天皇の陵御陵と誤認される時代が幕末の頃まで続いてたということで、幕末になってからですね、この1864年の御陵を修復した時に合わせて、お堂を法華堂として、この法華堂がこれなんですが、法華堂も建て直され、正式に第74代鳥羽天皇の安楽寿院の三佐崎として指定されたということですね。なお鳥羽法皇は1148年頃に皇后藤原徳子成子美福門院さんの墓所として新御堂、この近くに三重の塔を建って、徳子成子さんの死後にはその遺骸を、遺骨を納めるように言い残したんですが、徳子成子さんは拒否されて、遺骨は高野山に納められたということですね。その後新御堂には76代の近衛天皇の遺骨が納められ現在に至ってますということですね。の説明でした。
それでですね、ちょっと周りをですねぐるっと回ってみたいと思います。ちょっと堀がこう巡らされてまして、その堀をこう回る形になりますが、まあ、全部は回れないんですが、回れる部分だけ回ってみたいと思います。ずっと堀が巡らされてます。こちらですね、現在ちょっとこう水はないんですが、水が入ってた頃も私記憶してます。発掘調査されてる場所ですね。ずっと こちらが一番北の橋になります。北橋ですね。こちらが北東角になってます。北東角ずっとですね、ずっと巡ることができます。ずっと巡ります。だいたい南北100メートル、東西150メートルぐらいですかねの規模になってます。こっちは宝慶堂の一番北から見たところですね。宝慶堂の北から見たところです。なんか素晴らしい領域になってます。まあ整備もですね、それなりに整備もきれいにされてます。付近はですね、まあ、介護施設はあり、いろんな会社があったりして、まあ、この辺りのですね、施設なり、会社はですね、もう今の時代ほとんどですね、こうリース、土地をリースしていただくと、地主さんから土地をリースしていただいて、まあ、会社を建てるといった、まあ、そういうやり方で、建物を建ったりしています。したがってこの界隈の方の、まあ、地主さんですね、地主さんは非常にこう裕福な方が多いです。こちらが北西角ですね。はい、じゃあちょっと切ります。こちらがですね、南面になってます。南の西角ですね、広い領域になってます。非常に広い領域です。そして宝慶堂も見えてきてますね。こちらですね、北向き不動明になってます。北向き不動明もあちらにある、あの不動お不動産、ね、でこちら行きますと安楽寿院と小根天皇の三佐崎があります。白川法王院政の地、鳥羽法王、白川法王院政の地になってますね。
が、まあ、その場所ということで、こちら安楽寺院です。冠石やってます。でこちらが東面ですね。古陵の東面になってます。まあ、過去にはおそらくずっとこう堀が続いてたようなそんな感じですね。ここ東面になってます。で発掘調査を行われている事務所的なところがこちらですね。でぐるっと一周してきた感じになります。でもう一度ですね、最後に、まあ、ちょっとお参りをみたいと思います。以上、第74代鳥羽天皇安楽寺院の御捧でした。